はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルズ長谷川です。ラストオブアスパート2やっていきたいと思います。ちょっと天気悪いね。いやー、前回ね、ここで久々のブローターさんとタイマン張って、タイマンでもなかったけどね、向こうの方が多かったけど、まあ難なくボコボコにしたわけですが、すごいよね、ブローター相手に普通にノーミスで死なずに。てっきり俺初めてブローターで死ぬかなと思ったけど、ここでも死ななかった。マジでいつ死ぬんだってなるよね。よし、アビーがどこだ。ここはどこなんだ。何これ。うん、ゲーセンの2階と。今回こういったゲームちょこっと遊べたりしないんだね。お、コントローラー2個だけ置いて本体はないというね。本体がなきゃ、ここもどういう儀式。どういう儀式なの。お、まだギアとか手に入るんだな。あー、ここはあれだ、ネットゲームする場所かな。はいはいはい。お、メモジュールス。なんかこれ、地下鉄にもあったよね。うん、息ができない、まさに恐怖だ。この廃墟に立ち寄って最後の物資探索をしていたら巨大な悪魔に襲われた。私に襲いかかろうとする悪魔の目の前にザッカリーが飛び出し、テオノを振り落とした。だが悪魔が彼の顔をわしづかみにし、顔を真っ二つに引き裂いたのだ。彼は死んだ。だから逃げたのだ。私は臆病者ではない、そうするしかなかった。そして私は一人きりになった。この旅を最後までやり通さなくては、島にたどり着き新しい兄弟と姉妹たちの仲間となるのだ。ザッカリーの両親を見つけ、彼の名を称えなければ。ジュールズ、もう二度と君に会うことはないだろう。君の魂のために祈ろう。さようなら。たまよ、エベットよ。ブローターに顔パッカーンされてしまったと。これはどこだ。エメットはどっかで死んでたりするんかな。最近ほんとこっちもね、天気悪いですから。うわ、めちゃめちゃ薬物が、雷とかね。35か。もうどれも結構レベル高いからあんまり、もうちょい薬物がないと。何もないかい。俺もう最近雷が怖くて怖くてしょうがないんだよ。結構普通に外歩いてるときゴロゴロってなるとちょっとかがんじゃったりする。かわいいよね。よいしょ、よし。よし、 OK。 これ絶対そのうち転覆すると思うわ、こんなちっちゃいモーターボート。ごめん。おい、観覧車とかもさ、ぶっ倒れたりしそうじゃない。その中入っていけるな。よいしょ。ここで飛び降りたりしたら溺れて死んじゃうのかな。よいしょ。なんか不穏な音するな。あれだ、水族館、魚全部放り出されててさ、サメとかいたりすんのかな。
でももうこれ本当佳境だと思うな。もう最後の方だと思うな。嘘でしょ。タイミングタイミング、よいしょ。いやちょっと全然進まないと。はい、頑張れ。どっちが上か分かんなくなっちゃうよねこれで。よし、オッケーオッケーオッケー。あーもう船はダメだ。とりあえず向こうに、また来るか。来てる来てる来てる、もう来る。よし、オッケー、よしよしよし、登れそうだ。オッケー、低体温症になっちゃう。遭難した時に一番危ないのは濡れて体温が下がって死んじゃうことだからね。絶対濡れちゃいけないんですけど。よいしょ、うん、なんかあるね。なんか作っておいた方がいいかな。まあ、火炎瓶は作っとこうか。燃やさなきゃいけないからね、あいつを。設置爆弾と弓も一個作っといて。でもさ、アビーは一人で逃げたってんなら、それでアビーどこに敵はいるのかね。まあ一応なんだっけ、ウィルソンだっけ、なんかもう一人あの男の人いたよね、アビーと一緒に。あっか、なんかちょっとあの穏便な、もうやめとけみたいな言ってた人。うん、ここででもジョエルの真実が分かんのかな。あれだけだったらいいけどね、そのファイアフライでエリーを助けるためにやったっていうのだけだったらいいんだけど。虐殺してましたとかはやめてよ。さすがに魚はみんな死んでるか。割れないか。いや寒い寒い、これは寒いぞ。お、どこだ。いやアビー、こんなところでのんびりできないでしょ。なんだこれ、裏の飼育室って感じだよね、うん、ここはもうあれだよね、水族館のそのケージの中だよね。水抜きされてるけど、うん、よいしょ。いきなり襲われそうな気がするな。またよくあるうわーみたいな感じで。ここはあれだね、スキューバのいろんな、うん、そうだね。うちの親父があのスキューバダイビングの会社に勤めてた時があって、一緒に潜ったな。よし、すっごいあの喉乾くんですよ、あの酸素ボンベ吸って潜ってると喉カラッカラのなんの。マジでどこにいんの。なんかメモとかあるかな、うん、あかん、パリンパリンして、パリーンかな。
硬いね。他のとこから行こう。他のとこ、また上からどっか侵入できるような場所は、あ、これだな。よいしょ。うん、こういうとこ一回でもいいから入ってみたいな。なんかありそう。またバーンなりそうだな、下に。よいしょ。んほら、いった。ん、嘘でしょ。誰の犬この。ああ、殺すつもりはなかったが。ああ、かわいそう、痛がってる。死んだか。まあ襲ってきた方が悪いからな、結局。結局のとこそうなんですよ。かわいそうとか思っても襲ってく。なんだこれ。何があったわけ。ん、傷を負って治したのか、ここで。こんだけギアがあるってことは、なんか、よいしょ、また作業台があるのかな。あってほしいと思ってるんだけど。ほい、よいしょ。さあ、エリーの鼻息も荒くなってきてます。どっち行きゃいい。ん、ここで住んでたな。うん、うん、なんだ、うん、あ、オーウェンだ。そうそうそう、マジ。やっぱファイアフライだったね。アビーと一緒にいた男。ててよし、やることやったんで。開いてんのかこれ。ん、比較的新しいぞ。ついさっきまでいたような感じがある。うん、オーウェン・ムーア。うん、アビー、私はあの時やめてって懇願した。自業自得だよ。この世界にまだツイッターがあったら、エリーは鍵垢でそれをずっと書いてくんだろうな。ん、声しない、気のせいか。なんだ、あの島に行けば死ぬのよ。これまで何度もアビーに救われてきたろ。あの子が決めたの、私は行かない。なら来るな、もう帰れ。最低ね。手を挙げて。アビーはどこ。お前あの時の。どこに向かったの。言えば殺さない。言ったってどうせ殺される。あんたらに用はない、アビーだけ。嘘つけ。あんた、こっちに。さっさと来な。アビーの居場所を指さして、で、次はあんた。一致しなければ殺す。わかった。何してんだ。どうせアビーは死んでる。おい、やめろって。来ないで。なあ、話せ。かかってな。
居場所を指して。さっさとしな。もう結局殺さなきゃいけないのかよ。やめた。彼女はアビーはどこ。彼女はどこにいるの。もう病院でノラを殺した時からもうあれなんだろうね、無駄に殺したくはないんだろうな。ちょっとトラウマになったのかな。の割に道中殺しまくってるんですけど、いやすぐね、すぐもう足とか打てばいいのにって思っちゃうんだけどね、絶対致命傷を負わしてしまうんですよな。まあ仕方ない。でもまさかいないってことあったんだねまだ終わらない。トミー、いや無理だよ、雪で覆われてる。向こうに着く頃には全部溶けてるだろう。どこ行くんだ。ちょっと外に。まだ起きてたの。眠れなくてな、なあ見てくれ、帰りはエレンズバーグを通っていこう。明日フォールシティに着くかってとこだな。もう帰るつもりか。エリー、奴らも報いは受けた。でもあいつは生きてる。そうだ、それでもいいか。仕方ないでしょ。またアイダホ通るなんて嫌になっちまうな。それよりもマリアから大目玉食らうこと心配したらもう慣れっこだよでもまあ、お高そうなエリアを通ってた時にネックレスを見つけてな。あれ絶対本物の金だ。本当に本物？間違いない。見せてくれよ俺だって見分けをつくじゃあそれみんなからってことにしてよ自分の分は自分で探せ。
大丈夫か？平気。エリ。平気だって。戻ってきてくれてありがとう。お前ら放っておけないし。ジェシーマジでいいやつだな。正真正銘のバカ。じゃあこれならどうだ。お前一人じゃお先真っ暗。その息。まずい。ジェシー、立ちな。両手を上げなきゃこいつも撃つ。ダメだ、エリー。早く逃げろ。さっさと立ちな。ダメだ、出すな。あと黙って。クソ、サホラ。待って、わかった。武器を捨てて。早く捨てな。ほら。エリー、ダメだ。ジュエルのせいじゃないの。私を守ろうとしただけ。治療法がないのはこの私のせいなの。彼は逃がして。みんなを殺した。見逃してやったのに全部ぶち壊した。ジェシー。パパ、パパ。うわ、ついに来たアビーの過去。パパ、うわ、もうこれどっちも憎めませんみたいな感じにするやつじゃん。いやー、この世界に真に悪い人はいないんですよっていうことでしょ。勘弁してくれ。本当に悪いやつ一人入れて、パパってば。そいつを思いっきり憎ましてくれ俺に。まあ自分でもとんでもないこと言ってるのは分かってる。どこだ。こっちじゃない。なんか音するよな。気のせいか。うん？こっちか。これもう絶対お父さんもう病感染者でしょ。また振り出しに戻っちゃった。こっちじゃねえってか。違うか。見逃してやった。まあ確かに見逃したは見逃したんだけど、あんなんしたらさ、そりゃ報復されるに決まってるじゃんね。あんなやめて殺さないでって言ってる人を殺したらそうなるでしょう。せめて事情を話してね。ここか。どこにいるの。4年前だろう。4年前はそうか、足跡。エリーと同い年ぐらいの時か。エリーよりちょっと大人か、アビーのが。パパ。それじゃあどうやってフェンス越えようかな。たくさん喋らすのもな。より優しい子感出してくるな、これな。くー、よいしょ。びっくり。可愛い感じ出すな。チキショウとか言ってほしいよ。クソかとか。憎めない感出させるぞこれ絶対。
これは？は？この瓶を絶対あそこですね。やったね。可愛い感じ出すな。はいはいはい、これを、いや引っ張るのかなと思ったら、なんだこれ、バージニア州1978年。よし、これをこの上にだよね多分ね。よいしょ。さてと、よいしょ、上出来。さあ、やば、アビ、これが父さんか。お前泥だらけになってるぞ。パパもね。え、ほらそこ、ね、あのね、パパがいなくなるたびに私が怒られるんだよ。またまた、みんなパパのこと心配してるの。ここは安全だよパパ。アビ、この森のすぐ先にあの子がいるんだよ。だからじきにお産なんだ。様子を確認したら戻るよ。約束する。ならさっさと済ませよ。ほら、可愛い娘の護衛付きだ。いやもう絶対この父さん死んで復讐に燃えるんじゃん。どうしてここに。こっからめちゃめちゃいいお父さんぶり出してくるぞこれ。責めないであげて。とんでもなくいいお父さんだよこれ絶対。別に普通に聞いただけ。1ミリも悪の心がない、ね、これ見て。おいすごいな、1978年。それはまだ持ってないな。あげるよ。もう二度とこんなことしないって約束するならね。よし、約束だ。信用できない。破ったことあったっけ。ほら捜索再開。これもパパ、せかさなくてもすぐに応援に会えるよ。今なんて。別に、ただよく一緒にいるなと思ってね、最近特に。もうやめてよ。あら、いつから気づいてたの。父親だぞ。あら、オーウェンのことが好きなのか。二人ともパパの前では必死に目を合わせないようにしてることとかね。この話やめ。それに笑いが絶えない。だってあいつ本当バカだし。おかげでパパにもすごく親切だよ。もしかして弱みにつけ込んでるの。痕跡だ。また鹿か。パパさりげなく追跡の練習させてない。まさか効果あり。パパは見つけたよ。そうだけどズルしたろ。あらゆる手を使えって言ってなかった。へえ、ちゃんと聞いてたのか。たまにはいいこと言うよね。いや、他にもないか探してみよう。やめてほしい、もうもういいよ、いい感じ出すのやめてほしい。プレイヤーの心ぐっちゃぐちゃでしょこれ。お、なんだこれ。あら、でっけえハムみてのがあるぞ。ねえパパ、なんかあったよ。大変だ、もうお産したのか。ああ、ほら2頭の足跡だ。鹿か。今のあの子だ、行こう。なんかやばそうだね。ああ、苦しんでる。アビ、ほら。パパ待って、感染者がいるかも。ここにはいない、迷い込んでたら。銃は持ってきたの。もちろん。ああ、くそ。アビ、なんでこんな気になってんだろう。シマウマか。針金を切らなきゃ。大丈夫、怖くないよ。シマウマは凶暴ですからね。助けたりしない。
食い込んでるな。よし、アビーおいで。ほら押さえてるから。分かった。よし、暴れないで。先生、先生いるんですか。応援ここだ。医者かなんかなのか。は、君も一緒に押さえてくれ。今すぐに戻って。応援押さえて早く。後ろ通すか。よし、掴んだか。あ、はい、よし、いいぞアビ。慎重に。もうちょっと。このお父さんさ、ファイアフライにそのエリーが持ってかれて手術してた時。なんだよ、みんな探してるんです。今すちょっと。あれジョエルに待ちなさいみたいなこと言ってた人じゃない。違うかな。はい、あれ病院だよね、多分ね。みんなよくやったな。あの子が見つかりました。どの子だ。マーリンの話してた子です。トンネルで見つけて、腕に古い髪跡があるのに感染はしていません。ありえない。もう検査を始めてますが、先生がいないと。パパ行こう。あ、そうじゃない。やっぱしてる。選択肢はない。何か方法があるでしょう。サンプルの採取は宿主を破壊してしまうんだ。宿主、あの子は人間、実験道具じゃないのよ。私だってどういうことかは理解している。なのに殺しても平気なの。そうじゃない。でも大勢の命を救うワクチンができる。もっと些細なことで死んだ奴もいるだろう。全て望んだし、これは相談、それとも単なる報告。君の同意が欲しいんだよ。これがアビーだったら。マリンいいやつじゃん。これまでの私たちの大義や多くの犠牲、おぞましい行いのすべてが報われることになるんだぞ。これが自分の娘でも同じことが言える。アビ、夕飯持ってきた。どうもありがとう。なあマリン。やって。ありがとう。ジョエルに言わなくちゃ。なぜだ。あの子と国を横断してきたのよ。知る権利がある。成功を祈ってるわ。パパは間違ってない。これが私でも、パパに手術してほしい。いやいや、アビーってだったらいいよ、別に。知らん人の子だから。知らん人の子ですからね。それに5を出す権利はこっち側にはないでしょう。ってところで、今回はここまで。次回もお楽しみ。多分次回終わるんじゃないか。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。
ではま